ザ・ミュージック・デイ2024のスタジオにいた観客の多くはアイドルを応援しに来たというが、最終的に印象に残ったのはナンバー・アンダーライン・アイだった。デジタルメディアで世界に広がるナンバー・アンダーライン・アイの魅力。SNS 活用術を徹底解説。夏の蒸し暑い夜、私は初めてザ・ミュージック・デイ2024に参加するためにスタジオに足を運んだ。観客の多くはアイドルを応援しに来ていたが、 私の目的は異なっていた。私の目当てはナンバーアンダーラインアイだった。このグループの名前を聞いたのは最近のことで、友人が彼らのパフォーマンスがいかに素晴らしいかを熱心に語ってくれたのがきっかけだった。その友人の言葉に触発されて私はこの特別な日を待ちわびていた。そして、とうとうその日がやってきたのだ。スタジオに足を踏み入れた瞬間、 私は異様な熱気と興奮に包まれた。数えきれないほどのファンが集まり、それぞれが自分のお気に入りのグループの名前を叫んでいた。その中でひときわ大きな声援が上がったのはナンバー・アンダーライン・アイの登場時だった。彼らがステージに現れると、スタジオ内の空気が一変した。歓声と拍手が鳴り響き、観客全員がその場の一体感を感じているようだった。ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーは、 平野翔、岩優太、神宮寺・優太の三人組で、そのカジュアルなスタイルは他のグループとは一線を画していた。彼らは派手な衣装を身にまとわず、シンプルな T シャツとジーンズというデデたちでステージに立った。その姿が逆に彼らの自然体の魅力を引き立てていたのだ。彼らが最初の曲を歌い始めた瞬間、私はその場に釘付け気になった。彼らの歌声は力強く、感情豊かで、 まるるで心の奥底に響いてくるようだったその技術の高さと表現力に、観客全員が引き込まれていた。特に印象的だったのは、彼らが難しいパートを完璧にこなしていたことだ。普通のアーティストならば音程が狂ったり、リズムがずれたりするような箇所でも、彼らは一切ミスをせずに歌い上げていた。彼らのパフォーマンスが終わると、観客からは大きな拍手と歓声が上がった。 私はその瞬間、ナンバーアンダーラインアイのファンになることを決意した。彼らの音楽には、人々を魅了し、感動させる力があった。私は彼らの歌声を聴きながら、自分の心がどんどん温かくなっていくのを感じた。彼らの音楽は、まさに魔法のようだった。その後、私は彼らのファンとしての活動を始めた。彼らの新しいアルバムやシングルが発売されるたびに、 私はすぐに購入しして繰り返し聞いた彼らの音楽を聴くたびに、新しい発見があり、ますます彼らの魅力に引き込まれていった。彼らの歌詞は、日常の出来事や感情を鮮やかに描写しており、聴く者の,の心に深く染み渡るものだった。さらに、彼らのパフォーマンスを見て感じたことの一つに、彼らのチームワークの素晴らしさがある。三人がそれぞれの役割を完璧にこなし、 互いにサポートし合うう姿は、まるで一つのの生き物のようだった。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超えたものであり芸術的な美しさがあった彼らの動きや表情には一つ一つに意味が込められており観客を魅了する力があった彼らのステージングは視覚的にも非常に魅力的だった照明やセットのデザインが彼らのパフォーマンスを一層引き立てていた 特に印象的だったのは、彼らがステージ上で見せる表情の変化だ。彼らの目は常に輝いており、その眼差しには強い意志と情熱が感じられた。彼らが一曲一曲を歌い終えるたびに、その場の空気が一層熱くなっていくのを感じた。ナンバー・アンダーライン・アイの成功の背景には、彼らの努力と情熱があることは言うまでもないが、もう一つ重要な要素としてデジタルメディアの発展が挙げられる。 彼らは SNS や動画配信プラットフォームを積極的に活用し、自分たちのパフォーマンスを世界中に発信している。これにより、彼らの音楽は瞬時に広まり、多くのファンを獲得することができた。彼らの SNS には、日常の様子や舞台裏のエピソードが投稿されており、ファンとの距離を縮める役割を果たしている。特に注目すべきは、彼らがミュージックビデオをリリースした際のスピードだ。 日本史上最速でリリースされたそのビデオは、瞬く間に話題となり、彼らの知名度を一気に高めることとなった。そのビデオの中で彼らは、複雑なダンスを披露し、その技術の高さを改めて証明した。彼らのパフォーマンスには、一切の無駄がなく、一つ一つの動きに意味が込められていた。これが、彼らのプロフェッショナリズムを象徴していると言えるだろう。また、 彼らの成功の一因として社会的なトレンドやイベントとの関連性も挙げられる例えばコロナ禍によるライブイベントの制限が続く中オンラインでのパフォーマンスが重要視されるようになった彼らはこの状況を逆手に取りデジタルプラットフォームを活用してファンとのつながりを保っているこれにより彼らの音楽はより多くの人々に届き新たなエンターテインメントの形を模索することができた 彼らのパフォーマンスが観客に与える影響についても考えてみよう。多くのファンが彼らのパフォーマンスを見て感動し、かっこいい、すごいといった感想を持っている。しかし、その背後には彼らが持つオーラやカリスマ性が大きく影響しているのではないだろうか。彼らの魅力は、見た目の美しさだけでなく、内面的なエネルギーや自信から来るものであり、それが観客を魅了する要因となっているのだ。 また、彼らのパフォーマンスが観客の心に深く刻まれる理由の一つに、視覚的な演出の効果がある。彼らのステージングは、一見シンプルでありながらも非常に効果的であり、観客に強い印象を与える。これは、音楽やダンスの融合によって生み出される総合的なエンターテインメントとしての完成度の高さに起因している。このようなパフォーマンスが、観客に強い印象を残し、 長く記憶に残るる理由となっているのだボン・ザ・ミュージック・デイ2024でのパフォーマンスは彼らのキャリアにおいて重要な節目となりました。特に注目すべきは彼らが日本史上最速でミュージックビデオをリリースしたという事実です。これにより彼らの存在が一層際立ち今後の活動に対する期待も高まりました。このような快挙を成し遂げるためには、 彼らの努力と情熱がどれほど大きなものであったかを考えると、ますます彼らのファンになる理由が理解できます。さらに、ボンのハンドマイクバージョンについても触れてみましょう。通常のパフォーマンスとは異なり、ハンドマイクを使った演出は新鮮であり、ファンにとっても驚きと喜びの瞬間でした。ハンドマイクを持ちながら踊ることの難しさを考えると、彼らの技術の高さが一層際立ちます。 このような挑戦を成功させるためには、徹底的な練習とクリエイティブな発想が求められます。このパフォーマンスを通じて、ナンンバーーアダインアイはただのアイドルグループではなく、アーティストとしての地位を確立しました。彼らの演技力や表現力は、観客に深い印象を与え、彼ら自身もまた成長を続けることでしょう。このような姿勢は、他のアーティストやファンにとっても刺激となり、 新たなな目標を掲げるきっかけとなりますここで一つの仮説を提案します。彼らの成功の背景には、デジタルメディアの発展が大きく寄与しているのではないでしょうか。SNS や動画配信プラットフォームを活用することで、彼らのパフォーマンスは瞬時に世界中に拡散され、多くの人々に届くことが可能となりました。これにより、彼らのファンベースは急速に拡大し、 グローバルなアーティストとしての道を切り開いているのです。また彼らのパフォーマンスが現在の社会的なトレンドやイベントとどのように関連しているかも考えてみましょう。例えばコロナ禍によるライブイベントの制限が続く中オンラインでのパフォーマンスが一層重要視されるようになりましたナンバーア i のようなグループがデジタルプラットフォームを活用することでファンとのつながりを保ち 新たなエンンンターテインメントのの形を模索しているのです。さらに彼らのパフォーマンスがどのようにして観客の心を捉えるのかについても深く釣りしてみましょう彼らのステージングや演出は一見シンプルでありながらも非常に効果的ですこれは視覚的な要素だけでなく音楽やダンスの融合によって生み出される総合的なエンターテインメントとしての完成度の高さに起因しています このようなパフォーマンスが、観客に強い印象を残し、長く記憶に残る理由となっているのです。